ここでいいんですよね。もうラジロボで行っちゃおうかな。昭和ロマンがラジロボ？昭和ロマンは昭和ロマンでいいですか？いいよ、別に。クリスマスソング、はい、これすぐ変わっちゃうんで。で、曲かけながらちょっと流したら喋って、また曲変えてっていう流れで、で僕ここでオープニング行ったらすぐにもう出ちゃうって感じですね。そうだね、そうだね、はい、そこにいてよ、ちょっとしたら、ね、もちろん、あれこの後すぐに、オープニング終わったらすぐにコーナー、あ、ただコーナーした中にいてもらって、そういうことですね。昭和にロマンを感じ、未来への架け橋を登る、みんなが夢の途中。一人ホロー隊立ち読み番長、青影セバスチャン、今日は赤井です。肩書きはお好きなものをお選びいただけます。イレブンでは規格外選手が集結しておりますので、何が起こっても不思議ではございません。楽しいことを見つけるアンテナ立てた大人たちが次々登場いたします。アシスタントにはメイク救急隊のアヤーコがアイランドに引き続きサポートしてくれます。お願いします。お願いいたします。今日はシークでございますね。クリスマス関係なしってことです。クリスマスはエレガントにしてきた。全体的にそんなクリスマス昨日までやっちゃって、23日にパーティーやって盛り上がったやりきったのでね。ですよね。いかがでした23日のパーティー。ちょっと行けなかったっていう。ちょっと時間がタイトだったものでね、次々やらなくちゃいけなくてね、大体番組終わって、はい、オリエンテーションやって打ち合わせして、それからメイクに行って着替えて、はい、打ち合わせしながら、はい、すっ飛んで行って、はい、すぐにどんどん始まっちゃってと。私最初のグレープフルーツ乾杯飲んだあと何も食べても飲んでもいない。飲み食いせず3時間ぐらいですか。誰とも喋ってない。はい、ひたすら準備をして次って。おかみが喋ってないの。マイクでは喋ってる。マイクでは喋ってるけど、人と、はいはい、とかみんなで盛り上がったとかではなくて、写真は撮ったけど喋ってない。
あーじゃあ写真撮ったらすぐ行くね、あそうごめんなっていつも言ってで二次会に行って、はい、そこでいっぱい喋ってようやくでクリスマス、明日クリスマスイブだねだけどもう次の日が朝早かったからじゃあねって言って這うように帰って今日休憩な感じ今日が本番のクリスマスですけど、まあ、昨日は息子と二人でイブ、はい、あのちょっとゴージャスなものを買って、ええ、ゴージャスだねって言いながら食べたクリスマスみたいだね、ゴージャスだ、息子と二人、二十歳の息子と二人、いやいいじゃん、親子水入らず食べたらすぐ、じゃあねって上と下で分かれる二人まあまあ、いかがでしたか昨日は、まあ、あののんびりと、今日はラブリーな、今日はのんびりと、はい、過ごせれば、昨日ものんびりと、今日のんびりと昨日ものんびりと、今日ものんびりと、いければいいなと、ね、まあ、毎度毎度いろいろなことが起きる年末年始ですから、もう、でもクリスマスも終わるといよいよもう正月、すぐ正月のようですよ、すぐですよ、もうただ私たち30日まで放送やってますのでね、1日だけです、1日お休み、はーって言ったらお正月、今年は1日元旦がお休み、やりません、放送お休み勘弁してください、なるほど、でまあ特別番組という、あ、4日から、はい、あ、じゃあ少し始まるということですね、はい、まあでも本当にそうですね、幸せです、では始めましょうかね、はい、未来への希望は子供たちへの場と夢だけでは終わらせない未来ストーリーの始まりです、はい、じゃあお願いします。